れ見ました、あの中日ドラゴンズの応援団の、ね、応援歌のやつ、サウスポーを使ってるやつがあるんですけどね、しばらく自粛するって言うんですよ、応援団が。で、なんでかって言ったら、その歌詞の中にお前が打たなきゃ誰が打つって歌詞があって、そのお前、選手をお前呼ばわりしてるのはどうなんだと、子供の教育上も良くないだろうって与田監督が言って、そう、なんか自粛になったっていうのがあって、信じられます？今更じゃないですか。応援歌でお前なんて腐るほど今まであったでしょ。だって俺巨人ファンで、子供の頃クロマティって選手がね、まあいまして、ね、応援歌にお前が打たなきゃ明日は雨っていうのがあったんですよ。クロマティなんか天気まで自分のせいにされてるんですよね、え、本当に。でもあの打たなきゃ雨ってあながち間違ってもないですかね、雨天っていうことでね。